はい、ってことでね、こんにちは、山城と申しますというまでもないですよ。もうね、前回でね、とりあえず瑞穂市、瑞穂駅じゃない、穂積駅、瑞穂市にある穂積駅の駅構内にある観光案内完全制覇、無事、このね、遠距離さんを回りましたことで、達成しました。さあ、ここから帰らないといけませんが、ね、家に着くまでが、遠足ですからね。遠足気分でやってますけど、いやだって遠くまで足歩くって言って、今これ西岐阜駅からここまで歩いたわけですからね、まあ、十分歩いたよ、うん、ね、ということでここから帰りましょうね。ただね、とりあえずね、どうやって帰ったらいいのかね、見当がついてないんですよね。パッと思いつくのが、この先ちょっと歩いたところに垂水鉄道が走ってます。で、垂水鉄道から乗っていくのか、それで大垣行ってね、で大垣からまた養老鉄道に乗るかっていうような案が一つと、もう一つはね、名駅通るパターン、この北方のバスセンターからどうも岐阜駅までバスが出てるみたいなんで、岐阜駅まで出て、そこから名鉄内 JR で、名古屋まで出て、名古屋から帰ってくパターンね。ただね、まあ一応ね、まあ通過するだけなんでね、あれなんですけど、名古屋は別に今緊急事態宣言になるわけではないですけど、まあただ感染者数は増えてますよっていうところでね、まあまあ繁華街はね、避けれるなら避けた方がいいでしょうということでね。じゃあ垂水鉄道、あれも垂水鉄道は垂水鉄道でね、次ちゃんと一本やりたいところなんでね、取っておいてもいいかなと思いますんでね。というか駅まで歩くのがしんどいで、間にね、もう結構すぐ近くにバスターミナルがあるみたいなんですよ。で、ちょっとバスターミナルでね、バスを見てみましょう。そっから考えてみよう。いろんな方面に出てるみたいなんでね。私も北方のバスターミナル行ったことありませんから。あ、でももう北方バスターミナル、利用者優先駐車場ってなってますからね。もうじゃあすぐ近くにあるんじゃない？これ。どこにあるんだろうな。怖っ。サラダ感があるけど。あ、そこか？バスが来てるね。あ、あった、めっちゃ早い。北方バスターミナルってなってますね。あ、それは遠距離のバス停よりも北方のバスターミナルから歩いた方が早いって出る理由は分かりましたね。うん、なるほどな。こっちのは近いわ。で、問題は、今岐阜行きは出てくところですね。で、バスターミナル、これ自体がバスターミナルなんだ。そう、北方町は鉄道は、まあ一応垂水鉄道が走ってるのか、まあ、向こうに行くにしても一つここがね、起点になるみたいですね。はあ、これがバスターミナルなんだ。で、あ、送迎スペースなんかもあるんだ、すごいですね。で、2番乗り場は元寿司とか大野町行くやつで、一応こっちか、あ、穂積駅に行くやつもあるんだ。日曜日少ねえな。今時刻が16時33分で、多分今出てったのがこれか、名鉄岐阜行き29分、これですよね。で、16時やから、次来るのは40分岐阜行きが来る。で、穂積駅前は2分に来るんだ。で、見てみると、基本的には岐阜に行くのがあれか、岐阜まで350、穂積350円。なるほどなるほど。一応だから穂積からこの北方のバスターミナルの方に行く路線に乗れば、一応そっか、あの駅前の案内はそこまで嘘じゃねえっていうか、あれですね、大野のバス停センター行きに乗ったらいいんだ。そういう感じなんだ。平日だったら毎日1時間1本走ってるみたいですね。
で16時34分やから、まあ、一応待ってたら岐阜行きは来るな。さてちょっとバス停が結構お客さんがね、見えてはりますんで、ちょっとこっちに避難してきましたけどね。確認してみたらね、だいぶここからあっちの駅まではだいぶ距離がありますんで、あ、言ってもう、あ、バスがいっぱい来た。あ、同時に来るんだ。どうしたら、でも岐阜から帰った方が安そうなんだよな、養老鉄道使うより。あ、で、こっちにイオンタウンのが着くような感じなんですね。岐阜バスは、で、というかせっかくだからもうやけくそで歩きますか。え、歩いたらどれくらい遠い。こっから穂積までは直線で 4.5 キロ北方幕間までやったら、あ、1キロあるかないかなんだ。行けんことねえな。行きますか北方幕間、行ってみるか。あとは電車があるかどうかだけどな。で、多分高そうだけど、でもそれだったら大垣まで直接出れますからね。こちらだと350円で、そこから200円、550円大垣まで出るのにかかりますから、行ってみよう幕は。このまままっすぐ行って出た通りのところを北に向かっていったらいいみたいですね。おお、問題は本数はベランボに少ないですかね。うまいこと来ればいいですけど。さあどうかな。で、これは北方町の役場なのかな。あ、北方町の庁舎ってなってますね。綺麗、北方いろいろとデザインおしゃれ、いい街ですね。で、役場の真ん前がもうバスターミナルになってますね。住宅とかも立派な団地ありますよね。で、一本南行ったら大通りなんで、コンビニとかも普通になりますからね。いや、で、原っぱもあるし、北方町はだいぶ子育てしやすそうだ。だからもうダメだ、足が動かない。ごめんなさい。私は今もう歩くのでいっぱいいっぱいです。だとこれ壮大な駅間散歩ってことにもできるな。西岐阜駅から北方幕和駅までの駅間散歩っていう風にも言い入れるな。これはエグいぞ、これは距離エグいぞ。だってあ、今日ほぼ一日歩きまくってやからな、ほんときれいね。これは建物は何なの。なんかすごい建物があるけど、何ホール、障害学、あ、障害学習センターなんだこれ。北方町立派なのいっぱいあるな。あ、こんにちは。すごいね、めっちゃ立派じゃん。めっなんか全部建物がスタイリッシュ、なんか街全体がスタイリッシュだよね。で、これは何、今度はなんか一転して振る舞った感じの、新しく作ったけどレトロな感じだけど、これ図書館、
これ図書館なの？あのゴード町の図書館もねスタイリッシュだなと思いましたけど、これめっちゃデザインすごいな、ね、これおしゃれな和風カフェ、あの作りましたって言われたら、あこういうねカフェありそうやねって思えるそうな、すごいですね。北方町は何なんでしょうね、デザイン力すごいな。へで、この道をずっと行ったら、なんと駅あるみたいですからね、1キロもないかからんみたいですから、これはでも博打だぞ。駅の時刻表とか一切確認せずに来ましたからね。せめて大垣まで550円以内であることを願います。で、この道まっすぐ、え、これでいいの？あ、ちなみにあの時間ですけどね、もう あらかじめ24時間かのところに してますけど、2日分予約してあるんで、あの別に夕方の6時回っても大丈夫なんですよ、ね、今この時点で5時回ってますから、もう6時までにねあそこ戻るの無理ですからね。いい、もう帰り願わくば東急の3両編成がやってきてクロスシートで寝れることを祈ります。出ねえと無理だ、足が持たない。この辺りなんかもうおしゃれなデザインのところが多いもんな。本当に合ってんのかなこれ。正直全然自信ないよ今日。いや、それにしたって本当に松屋でちょっとカウンターに腰掛けただけだもんな。えぐいな今日。ラウンジ発揮、ラウンジあった、すごいですね。でもなんかいい感じの商店街っぽいのあるんだ。なんだこれは、なんだなんだこれは。すさまじい逆光で何も見えてなさそうですけど、白いぞこれ。おお、昔のなんか街道かな、なんか宿場町の東海道とか中山道みたいな感じの作りですよね。まあこの辺りは旧道があってもおかしくはない辺りは辺りだけど、中山道とかだったら書いてあるはずだもんな。でも味わいありますね。とりあえず大丈夫ですか。で、もはや逆光で何も見えてないと思います。というか私が見えてないんですけど、七美容師ってありますよ。七さんですよ。まだ。こちらは広報北方です。北方ですね。本日はい、本日何ですか、気になる。この方いきますよ。本日何なの？え？え？本当に本日何だったんだ？終わったね。そのまま本日放送が。なんかそれっぽいの見えてきた。あ、あれ駅か。自転車屋さんが前にあって、よいしょ。あそこも132円レギュラー、安いね。出光か。
自転車出張修理なんてやってるのか、北川翔か。なんかポンプも動いてるし。これでもう駅前なの？下幕はってなってるな。駅はここって案内はないな。どっちなんだろう。駅はもうちょっと北側にあるみたいなんで、このまま歩道を歩いていきましょう。そっちかな。全然道路標識にも駅の案内はないのね。いいですか。北方から垂水鉄道に乗る方法。多分うちのチャンネルしかやってませんからね。西岐阜から観光名所をめぐってね、北方幕駅に、至るルートを説明してる動画なんてないでしょ。需要がどこにあるかですけどね。今度誰か試してみ、めちゃくちゃしんどいぞこれ。坂道がないからね、そこまでへこたれるってことはないけど、ただこれ夏の時期にやるときは絶対帽子はいるよ。ただ水分補給はご安心ください。途中に50円の自販機2つありますんでね。で、商店もね、いくつかコンビニなんかもね結構あちこちにありますし、そのあたりはご安心してお望みいただけるんじゃないかなと。ただこれで問題は時刻表っすよ。これで何時かで、何分待ちかで私のテンションが大きく変わると思います。まあまあまあ、さすがに最終便ってことはないはずですからね。ここね、あ、バス走ってんじゃん。あれバスあんだ。渡った方がいいのかな。あ、ここか。この辺りは車で走ったことあるな。あの耳はなんか見覚えあるわ。じゃあこれずっと行ったらあれか、森田岐阜か。ああ、そうだそうだそうだ。だって大野町とかあっちの方に、鮎を食べに行ったりするときに通るルートだ。ああ、そっかそっかそっか。はい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 。なるほどね。とかだ。今ここでそこキンコンカンコンになったら、私、泣くよ。垂水鉄道は、2時間に1本とか、そんなレベルの多分、本数しかないはずですからね。しかし、本当に今日歩きましたね。あ、なった。いや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 、嘘、嘘。え、ちょっと待って。ちょっと待って。え？反対方向？駅どこ？これ駅どこ？駅内。え？あ、よかったー。よかったー。あっち方面だ。で、あ、行き違いがいる。嘘だろ。これ絶対間に合わねえね。もうこれ絶対違うよね。嘘だろ、おい。しかもこれ渡っちゃダメなやつだ。駅舎向こうだ。あ、もう手遅れだな、これ。もう閉塞できてるね。あ、うん。
できてるね。もう出発信号多分これ青に変わってるね。そして駅の位置間違えた。絶妙にあそこであんな時間食ってる場合じゃなかったな。発車してるよ。間違ってないね。そうだね、ワンマン大垣行きってなってるね。嘘だ、行っちゃったよ。行っちゃったよ。